タレントの村重杏奈が12日放送のフジテレビ系バラエティ番組、ひとし松本の酒のつまみになる話、毎週金曜夜9時58分に出演。妹との違いや、恋愛経験について語った、私はバラエティ事務所で、ほぼ NG がない、と村重。一方、妹は、事務所に守られて、NG がめちゃくちゃある、そうで、村重が妹の話をする際に利用する写真でも、いろんな大人のチェックが必要、なのだという。村重は、私はマネージャーが、反目じゃなければ大丈夫、なのに。と妹の違いを力説し、こんなにも姉妹で違うのか、と不満そうに口にした。また、妹に、お姉ちゃんみたいになりたい。お姉ちゃんみたいにバラエティ出たい、と質問しても、妹からは、女優がいい、と言われてしまうなど、美人姉妹でありながらの差について告白した。この日すでにハイボールとウォッカトニック3杯目の村重は、今まで恋愛してこなかったから、誰がヤバくて誰がヤバくないかわからない。私の情報では、アルコール度数 9% のロング缶を勧める男に気をつけろ。それしか知らない、それ以外知らない、と告白。マネージャーがすごく厳しくて、飲み会に行っちゃダメ、港区に行っちゃダメ。週刊誌に取られてマイナスになることは絶対しないでほしい、と言われている村重。しかし、人生経験として一回行きたい、そうお願いして、港区の芸能人飲み会に参加したことを打ち明け、みんなノリノリで、連絡先交換しようよ、といろいろな芸能人と連絡先を交換したそう。さらに、終わってタクシーで帰ろうとしたら、連絡先を交換した男の子から、この後何してんの、と、男の子の家の住所が送られてきた、と衝撃告白。しかし、その時は帰宅したとし、男性からしたら、恋愛に発展する真剣なお誘いなのか、それともただの遊びなのか、判断がつかないとも明かした。また、村重が好みのタイプを明かす場面も、スポーツ選手からすごくモテる、けど、スポーツ選手は好きじゃない。逆に俳優さんすごい好き。実力派俳優もイケメン俳優もどっちも好き、と俳優好きを公言。特に横浜流星が好きだと話した村重は、この日共演の俳優、菅健太のことも、ネットで調べてた、と明かしていた。